なかなかいい形でゲームを進めれなかったんですけど、そんな中でも先制できて、最近の勝負強さが出せた部分はあったんですけど、最後にちょっと守りきれなかったので、今までの5試合とは違う結果になってしまったなと思ってます。グラウンドコンディションにみんなちょっと足を取られたりとか、ボールコントロールをミスしたり、あとは相手の気迫あるその速い寄せが、そういう意味ではトラップしてちょっと時間かかってる間に引っかかったり、僕らのパスミスが多くなったり、そういうのがすごい多かったんで、なかなかいいゲーム展開ができなかったなと思いましたね。千葉も最近勝ててないチームではあるんですけど、そういうチームだからこそ僕らもいいようで、まだそこまでいいゲームができてないので、もう一度原点戻っていいサッカーできるように頑張っていきたいです。